で党内の意見集約を図る方針を決めました。今日開かれた党幹部で構成される自民党の天皇の退位等についての懇談会では、出席者全員が今の陛下一代に限り退位を認める特措法での対処が望ましいとの考えを示しました。また党所属国会議員から書面で募った意見のうち、特例法を推薦が7割に上ったことも紹介されました。このため懇談会では今後一代限りの特例法で対処する案に沿って党内の意見集約を図る方針を確認しました。党内の一部から恒久法を制定すべきだとの意見も出ていましたが、今日の懇談会では出席者から恒久法で全ての天皇に適用する要件を決めることは極めて困難だなどの否定的な意見が出たということです。自民党は今後今月中旬までに党としての最終的な意見を取りまとめる方針で、今後の各党協議では皇室典範改正による恒久制度化を主張する民進党などとの調整が焦点となります。以上、報道センターからお伝えしました。総理さん、今の対応を巡る、はい、ちょうど自民党の党内協議で今みたいな話になって、一大限の特例法ということでやっていくというのもおかしいんですけど、そのまとまりの今、方向性、どのようになりますか。実はね、私、皇室と、天皇の問題について、はい、先週と今週の週刊新潮で書いたら、はい、ぜひお読みください。週刊新潮の宣伝になったり、はい、それでね、やっぱりこの五条院の問題って、とっても注意をしなければいけない要素がたくさんあるんですが、ただ、その金城陛下がですね、はっきりとおっしゃったからにはですね、そのご意思をその無礼に無視するとか、公平擁護も許さないし、政治的にできないと思いますね。ですから、その政治家として、私は理論的には全く別のことを主張してますけども、政治として結論を出すとしたら、極めてこれは妥当な線だろうというふうに、一代限り、特措法で、皇室典範、今回触る時間がないですよ、実際にね。